こんにちは、アイです。今日はドラえもんとしずかちゃんがいる人生というお話です。5月から片付けのお話をしています。1週目が衣食住の衣、2週目が食、3週目が住、そして4週目はその他の片付けについてのお話をしていこうと思っています。今日は5月7日、衣食住の衣の7日目ということで、今日のお話はドラえもんとしずかちゃんがいる人生というお話をしていこうと思います。私は洋服とか物には性格があると思っています。例えばドラえもん、ドラえもんがいるといてくれてよかったって思いますよね。こういうのがあったらいいな、こういうことできたらいいなという必要なものを提供してくれて、あるだけで嬉しくなって感謝できるような、洋服で言うと毎日使ってる生活必需品的な洋服ですね。下着だったり肌着だったり、毎日着てる洋服で、しずかちゃん、こちらはもうただ単に好きっていうか、着ると幸せな気分になれたり、もういるだけで静かにちゃんを見るだけで笑顔になれるみたいな、そんな洋服ですね。気分が明るくなったり、身も心も軽くなって、足取りも軽くスキップしながら前に進んでるような、そんな気分になれるような洋服ですね。リラックスできたり、いい気分で過ごせたり、肌触りが良かったりと、何しろ幸せな気分でいられたり、なんか魂が喜んでるような、そんな洋服ですね。で、次、スネ夫とジャイアン的な洋服もあると思っています。スネ夫はとりあえず着れるんだけど、なんか嫌な気分になるっていう感じですかね。気持ちがざわざわしたり、ちょっともしかしたらジャイアンが来るかもみたいな不安な気分になったり、なんとなくエネルギーが下がったり、魂レベルではもう拒否してるような、実際にクローゼットにはあるんだけど本当はちょっともう着ていないような、そんな洋服です。で、そして最後ジャイアン、これはもう物理的に着れないっていうか、着るとそれだけで害がある感じの洋服です。例えばめちゃくちゃきつくて履くだけで苦しくなるようなパンツだったり、ご飯食べたらもうボタンの部分が苦しくてもう外してしまいたいぐらいの、もうサイズが合ってない洋服、またタグだったり首のとこやウエストのあたりでタグが一回一回当たるごとに痒く感じたり、そこを毎回当たるので痒くて赤く腫れてしまっていたり、炎症を起こしてしまったり、肌に当たる部分がざらついて肌触りが良くない洋服、もう着ているだけでちょっとこうストレスを感じたりする洋服だったり、あとは寒い時に着てもあんまり防寒の意味をなってなかったり、暑い時に着て涼しくない洋服という機能性が、もう自分にとって必要な機能性が損なわれている洋服だったりですね。で、こういうふうに考えると本当にずっと近くに置いておきたいのはドラえもんやしずかちゃんのような
洋服だったりすると思います。静香ちゃんやドラムがいるとなんか幸せな気分で入れたり楽しかったり嬉しくなったりします。でもスネ夫やジャイアンのような洋服だったりすると嫌な気持ちになったり、そもそも害があるので毎日の幸福度が下がったりします。よく物は重要とか大切に扱いましょうって言ったりしますけれど、物も大切なのはあると思うんですが、それよりもっと大切なのはあなた自身だと思います。一人一人の幸福度が下がってまで物を大切にする必要はないと思います。だからもし自分の部屋にスネ夫だったりジャイアンのような性格の洋服があるとしたら、そういう洋服は静かに外に出してあげて、ドラえもんや静香ちゃん的な洋服を近くに置いておくといいんじゃないかなと思います。物中心に物事を考えると、あれは高かったからとか、なかなか捨てられないっていう風になったりしますけど、あなたの幸せを中心に考えると本当に近くにいてほしいのはドラえもんや静香ちゃんのような洋服があればいいんじゃないかなと思います。ということで、今日は片付けについて、洋服の最後の日になりましたが、これからの人生をより楽しく幸せだと感じる人生にするためにも、自分が笑顔になる洋服を残して、それ以外のものは手放すようにしていくといいかなと思います。明日からは衣食住の食についてのお話をしたいと思います。最後まで聞いていただきありがとうございます。